寒い冬、皆さんはどのようにお過ごしですか？私はあるお料理で体だけでなく心まで温かく過ごしています。そう、スープです。皆さんはスープはお好きですか？私は無類のスープ好きで、よく家族のために作っています。スープの魅力って何と言いましても、赤ちゃんからお年寄りまでお肉や野菜の栄養がしっかりと取れるところにあるのではないでしょうか。スープが大好きな井川遥さんが世界のスープの魅力を探る旅に出ます。旅の始まりは南国タイ。暑さを乗り切るための独特のスープ文化が花開きました。井川さんが訪れたのは11月。私はタイが好きで、プライベートでも何度か訪れたことがあります。スープといえば、私が最初に思い浮かべたのはトムヤムクン。酸味と辛さが後を引くスープです。微笑みの国と言われるタイ、穏やかに生きる人々の暮らしがどんな南国の食材に支えられているのか、肌で直接感じてタイのスープの奥深さに触れてみたいです。でもやっぱり熱い。スープの前にちょっと一口。ココナッツかな。トムヤン君の意味、なんだかご存知ですか？トムは煮る、ヤムは混ぜる、クンはエビのことを指すんだそうです。厨房で作り方を見せてもらいます。わあ、いきなりいろいろな種類のハーブを入れています。そしてエビ、火をつけてからわずか3分、あっという間にできちゃうんです。ちょっと意外だったのは、あんなにたくさんのハーブを入れること。まずはハーブの秘密を探ってみることにしました。ここはバンコク一の食材が集まる大きい市場。南国の市場は色とりどり、熱帯ならではの生命力にあふれています。不思議な形の果物がいっぱい。ハーブの専門家であるルサディさんに案内してもらいました。これだけ野菜があるといいですね。あ、そう、海産物もこちらで揃うし、やっぱり市場に来るとなんだかワクワクしますね。ここにはタイの野菜やハーブがたくさんあります。コブミカンの葉です。大きくて新鮮なものを選ぶのよ。いい香り、もうちぎった瞬間から香ってきましたね。あ、いい香り。柑橘類の甘い香り、喉にもよく鮮やかな緑がトムヤムクンを彩ります。これはタイ生姜。わあ、こんな形のまである。選ぶときはちょっと皮を剥いて香りを嗅いでみるといいのよ。香りを、うん、いいと思う。スープに入れると辛みが出るのよ。食べると温まるし、血の巡りも良くなるの。タイの人たちは香りだけでなく
健康のためにもハーブを取り入れているんです。バンコク市内にあるドゥサディさんのお宅です。ハーブを生かしたトムヤムクン作りの極意を見せていただきました。使われるのは10種のハーブ、それぞれ独特の辛みや酸味、香りを持っています。レモングラス、パクチーなどは香りを出すため、青唐辛子や大生姜は辛み、そして酸味はライムとタマリンドから出ます。ハーブにはそれぞれ役割があるのです。まずは香りのハーブ、レモングラス。香りを出すにはちょっとした工夫が必要です。根と葉っぱを切り落として茎だけにして使います。この中にエキスがたくさん入っています。こうするとエキスが出やすくなって、とても香りが出ますね。わあ、すごい。もう本当にレモングラスのあのアロマオイルをそのままこうやってるぐらい、すごくいい香りします。叩くと香りが出やすくなるんだそうです。さらに消化によく、疲労回復にも効くといいます。こちらはパクチー。パクチーはすごく健康にいいものです。根元の部分は肝臓の中にある悪いものを出してくれる。デトックス効果がとても高いですね。老廃物を出す働きのあるハーブ、一年中パクチーを食べるタイではこれのおかげで病気知らずの人もいるんだそうです。ハーブの中で一番辛いのが青唐辛子。辛いものに慣れたタイ人でも要注意。青唐辛子は触るだけでも汗をかくので気をつけてください。本当だ、これが多分相当刺激ですね。でもこの辛さが汗をかかせ、暑い中でも体を冷ます効果があるんです。さあ、ここからがハーブを煮るポイント。まず香りと辛みのハーブを入れます。いわばハーブで出汁を取るようなもの。煮立つのを待つと、ハーブからたくさんの成分が出てきたようです。気をつけて、ありがとうございます。最初は香りがいいなと思ったんですけど、今ピリ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 喉。確かにこれでちょっとお塩とか何かしたらいい味ですね。うん、なかなか。透明な鍋を使って何が起きているのか見てみましょう。鍋の中はトムヤムクンのトム、ハーブを煮ている状態です。ハーブから溶け出し始めたのは免疫作用のあるビタミン A や、老化を防ぐ抗酸化作用のあるビタミン C、 そして辛味成分などです。次第にうっすらと緑に染まり、ハーブティーのようです。煮立って出汁が出てきたところで川エビを入れます。
トムヤム君に川エビを使うのはたくさん川があってよく取れたからなの。ハーブも同じようにどこでも育つから誰でも手に入れることができました。だからトムヤム君にはエビとハーブが必ず入っているのです。鍋に入れるとエビのエキスが一気に溶け出てきました。これがトムヤム君のクン。エビの濃い旨味がハーブのエキスと混ざります。エビから出ているのは旨味成分のイノシン酸。スープの中に溶け込んだイノシン酸がハーブのエキスと絡み合い、トムヤムクンならではの爽やかな風味を生み出していきます。ここに新たなハーブが加わります。酸味の代表、ライムです。ライムはこうするのよ。これも揉み込んで、なんか私たちもこれちょっとみかんを剥くときに周りを柔らかくして剥きやすくしますけど、絞る前にこねて柔らかくします。それから強く押します。ライムの酸味が辛みとエビの旨味を一層引き立てます。もう出ないってところまで出ました。じゃあ先生のもので包丁の先端を使うのが果汁を絞り取るコツ。まだ出てる。確かにすごい全部絞り取った感じですね。魚から取った魚醤油とライムの汁を混ぜます。これがトムヤムくんのヤム、混ぜるです。これでトムヤムくんの出来上がり。わあなたが半分作ったようなものです。ちょっとお手伝いした。いえお手伝いしたまでです。ハーブの力を最大限に生かしたトムヤムくん、香りと酸味に加えて発汗作用があり消化にも優しいスープです。タイでは体調を崩した時に飲む人も多いのだとか。まさに南国の薬膳ともいえるスープだったのです。ドゥサディさんのご家族といただきます。かなり澄んでますよね。お味噌汁よりも薄いぐらいの透けてる感じですね。さっぱりとしてるけど、すごくエキスはぎゅっといっぱい入ってる感じがします。皆さん2杯目を召し上がってるんですけれども、やはりお好きですか？ペペ好きなんだ、きっと。ペペ辛くて辛い、うん、辛いのが好き、うん、辛さは癖になってしまうんだとか。辛さに香り、そして薬膳効果。南国のハーブが生んだトムヤムくんは世界三大スープの一つです。その美味しさにはもう一つの秘密がありました。水の都バンコク、その周りに張り巡らされた小さな水路、人々は今も川とともに生活しています。トムヤン君にはそんな川からもたらされた食材があり、タイの風土と深く結びついているんだそうです。私もその結びつきを探ってみたいと思います。